お前もしかしてタケミッチ？総長の客何をどかしてついてこいよ。やめろやな。清正の件はあいつが勝手に東卍の名前使って喧嘩賭博なんてやってるのがなしって話だろ。あいつの立ちがネビウスと揉めてな。それが構想の火種だ。ネビウスの頭幼いってやつとちょっとしたことでな。ファーの立ちがネビウスの連中に袋にされて、目の前で彼女やられた挙句アリバで巻き上げられて、後から親兄弟まで潰されて。ネビウスってのはそういうチームなんだよ。俺らの二つ目の世代で新宿仕切ってる。東卍は渋谷、新宿は別荘。それに俺らはまだ新しいチームだしな。ああ、手も行かせねえ。二中近くの倉庫でいいな。うん。